ね、手術するしか今ない状態で、体に悪いというわけではないんですけども、ひたすらやっぱりね、涙が出続ける。こう、目の周りがね、じんわりなっていくんですよ。で、今からお迎えが来ます。もう間もなく来るので、きょんちゃんには入ってもらいました。と、きょんちゃん行ってくんって。きょんちゃんとね、すーちゃんは鼻チューする仲にはなってます。ね、行ってらっしゃいって。もういちゃんもね、きょんちゃんごめんね、もう来るから。お迎え来た。一応きょんちゃんの手術が終わって今お迎えになりました。ただいま。びっくりしてる。エリザベスカラーに2人とも。どうしたどうしたって。よしきょんちゃん、よしよしよし。2人とも心配そうに、どうしたんだって。いつものきょんちゃんの 感じじゃないねって。ね、あっという間に泣き止んで。もうびっくりしてる。
実はですね、今日はそちゃんがちょっと上に乗っちゃってるけど、きょんちゃんが今日手術に行くんです。目のその炎症がありまして、結膜炎ですね。結膜炎で涙がすごかったんですよ。でそちらの方はですね、まあ目薬とかいろいろして、一応治ったは治ったんですね。炎症も収まったんですが、じゃん、それでもですね、涙がちょっと止まらない状態がありまして、いつでもってわけじゃないんですけど、出る時は出るっていう感じで、で萌ちゃんが僕のカメラを匂いかいてる。きょんちゃんの今ね、ちょっと分かりにくいんですけど、先生にね見てもらったところ、こう炎症は収まってよかったなーだったんですけども、まあ、その、まあ、気管とかいろいろな条件があって、その涙管っていうのが、その涙がこう入っていって、人間にもあるんですけど同じように、そこがね詰まってる感じなんですね、きょんちゃんが。なのでもうこれはですね、手術するしか今ない状態で、まあ、体に悪いというわけではないんですけども、ひたすらやっぱりね涙が出続ける、こう目の周りがねじんわりなっていくんですよ。なのでもうここはですね、会の方とねちょっとお話をしまして、会の方からやっぱりこう手術をした方が、まあ、今後のねきょんちゃんのためにはやっぱり生活しやすくなるから、そこが治ればということで、きょんちゃんは今から病院に手術、入院ですね、手術ですね。しばらくちょっとだけ入院中ってもこんな何泊もするわけじゃないんですけど、でキョンちゃんはもうねこう堂々とこの中には入ってますけどね、車の中でまたちょっとこうあれするかもしれない。で今からお迎えが来ます。もう間もなく来るので、キョンちゃんには入ってもらいました。そんな感じです。で萌ちゃんがここでね、ここで見守っている。キョンちゃん、トゥーちゃん、こちらがトゥーちゃんです。いつも通りのトゥーちゃんです。スーちゃん、はい、来てくれたの、ありがとう。キョンちゃん行ってくるって。キョンちゃんとね、スーちゃんは鼻チューする仲にはなってます、ね、トゥーちゃん、はい、そんなわけでキョンちゃんまた帰ってきたらお知らせします。あ、一応ね目はさっき拭いたんですけどね。ではまた後ほどということで、で女子2人でお留守番です。ではね、すーちゃんも気になるところ、きょんちゃん行ってらっしゃいと、もーちゃんはここでお見送りです。いらっしゃいって、もいちゃんもね、きょんちゃんごめんね、もう来るから。あ、お迎え来た、よし、じゃあ行こう。Thank you.
一応きょんちゃんの手術が終わって今お迎えになりましたね。はい、はい、ただいま。すっちゃんただいま。むーちゃんは、むーちゃんはどこ行った。きょんちゃん帰ってきたよ。きょんちゃん、よいしょ。きょんちゃん一応ね、元気は元気なんです。エリザベスカラーをしてますけどね。ねえ、きょんちゃんね。よし。あ、むーちゃん下にいた。むーちゃん下にいた。きょんちゃん帰ってきたよ。一応いつも通り過ごしてもらって大丈夫ということだったんですけど。あ、すーちゃん。ねえ。むーちゃんも来てくれた。来たよ。びっくりしてる。エリザベスカラーに2人とも。どうしたどうしたって。よし、キョンちゃん。よしよしよし。はい、お帰り。ね。一応元気です、キョンちゃんは。でね、顔をね、ちょっとまあ。ああ、術後なのでね、ちょっと腫れぼったい感じなのであえて映さないようにはしてますけどね、元気は元気だよね、ゆんちゃんね。二人とも心配そうに、どうしたんだって。いつものきょんちゃんの感じじゃないねって。きょんちゃんでもたまに今やっすごい泣いてたんですけど、車の中でも。でも今すっごいね、あっという間に泣き止んで二人ともびっくりしてる多分エリザベスカラーがね。よし、はい、よしよしよし、よかったよかったね。だってね、まあもうエリザベスカラーは外してもね、本当はいいみたいですよ。特に目を触るようなことがなければ。でも今日寝る時まではちょっとエリザベスカラーつけとこうかな。全然目を触ろうとはしてないので、とってもいいかもしれないけど、一応念には念を入れてね。見つけたマシュマロのよう
た。